こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、ネクスエッジスタイル流星丸です。はい、マシン英雄で渡る230周年を記念して発売されたこちら、ネクスエッジスタイルの流星丸ですね。はい、前回こちらのニュー龍神丸、こちらね、とてもいい仕上がりだったと思うんですけども、はい、この龍神丸が、パワーアップした姿がこの流星丸ということで、まあ、この龍神丸が前半に出てきてね、敵にやられてしまうんですね。で、渡るがいろんな修行みたいなことをしてね、で、最終的にこの、まあ、龍神丸が復活するんですけど、この流星丸としてね、パワーアップして復活するという話になっております。はい、で、この流星丸が登場する回から、マシン英雄伝渡る2超ファイト編というね、超激闘編と書いて超ファイト編、渡る2もパワーアップした、まあ、オープニングテーマもね変わってスタートするんですけども、まあ、渡るのね、第一シリーズの時に龍神丸がやられて、で、復活した時に、まあ、竜王丸というね、あれは、まあ、パワーアップしたというか、まあ、空神丸との合体みたいなものもあるんですけども、まあ、そのパワーアップしたのが竜王丸とすれば、これがね、第一シリーズでいうところの竜王丸のような立ち位置となりますね。はい。そしてこの流星丸は、あの竜王丸とね、同じく飛行形態になる、このね、飛竜形態ですね。まあ、竜王丸では鳳凰でしたけども、こちらの流星丸は飛竜形態。これもかっこいいですね。はい。そして、必殺剣は、交流剣。はい、青龍剣が壊れて、交流剣をね、渡るが手に入れることになりますね。はい、まあ、龍神丸と比べるとね、大幅に形が変わってますね。はい、色もね、金色に輝いております。はい、それでは開封していきたいと思います。中身はこのようになっております。はい、パーツがね、いっぱい入っておりますので、それをね、つけていく感じになりますね。こちらの七根の龍神丸のチラシも入っております。はい、それでは、まあ、本体がこちらですね。はい、後ろに飛竜の顔があります。まあ、通常の状態は、このパーツを後ろに取り付けて、これで完成ですね。まあ、龍神丸の時はここにね、背中に剣を刺すところがあったんですけども、流星丸の場合は、特にないですね。はい、この状態で流星丸完成です。で、ここにあるいっぱいパーツがあるのは、飛竜の状態の時のパーツですね。そしてこの交流剣、かっこいいですね。はい、これを手に持たせることができます。はい、可動の方は、頭が、まあ、前後にね、出たり、ぐるぐる回ったり、まあ、これもね、ちょっと干渉するので、あんまりぶつけるとね、塗装が剥げてきちゃいますね。そして、肩の方も、前後左右上下ですね、ぐるぐると回ります。はい、腕の方も、このように動いて、肘関節も曲がったり、ロールが入ったりしてますね。で、手首パーツは、まあ、回りますね。そして腰のところが若干曲がりますね。そして足は、付け根はボールジョイントになっていて、そして膝のところもね、前後に曲げたりロールが入ったりしてますね。そしてつま先はこのぐらい動きますね。はい、こちらもかなりいろんなポーズを取らせることができますね。そして手首パーツを交換して手を開いている場面も再現できますね。はい、それでは飛竜形態に変形していきたいと思います。完全変形ではなくてね、ちょっと差し替えする部分があるので、いろいろと各所外していきます。はい、で、部品を外したら、まずこちら
足をこのようにぐっと後ろに持っていきます。そして飛竜の頭をですね下に下げて180度回します。そして足のパーツを外してこちらのパーツに付け替えます。反対側も付け替えます。はい、そして腕をこの向きにして手首パーツ外して足のパーツを取り付けます。はい、そして肩アーマーにこの爪のパーツを取り付けて下にウイングを取り付けます。はい、反対側も同じように取り付けていきます。この足のね、この足がつながっているここの突起、これをこのジョイントにはめて、はい、このようにジョイントしたらここにカバーを取り付けます。はい、そして最後に後部にこの尻尾パーツを取り付ければ飛竜形態完成です。はい、こちらもねかっこいいですね。爪がいっぱい出ていてね、ちょっとチクチクして痛いんですけど、かなりシャープな感じがしますね。はい、ちょっとねこの肩のこの関節がね結構遊びがある感じなので、こう翼なんでちょっと斜めに上に上げたいんですけども、ちょっと手を離すと下がってね水平になっちゃいます。これはちょっとね肩をグッとこう中に押し込むような感じにするとなんとなく治るんですけどもちょっとねこの足の方にも干渉しちゃうので、あんまりギチギチやるとね塗装が剥げてしまいますんで、まあこのぐらいが限界でしょうね。はい、これでもかなりかっこいいのでね、僕は満足ですけども。はい、まあ余剰パーツがね結構出ちゃうのでね、あんまり、まあ多分僕はこれで飛竜形態に変形させることはないと思いますけども。はい、これはね、かなりかっこいいので、2体ね、買って飛竜形態と通常の状態でね、ディスプレイしたい感じがしますね。はい、すいません。ちょっと訂正ですけども、この足の部分ですけど、全体的にこう斜めに後ろに倒してますが、これはちょっと違っていて、全体的にこう縦にしまして、この付け根のところはこのままの状態で、膝から下ですね、これをぐっと中に入れ込むような感じですね。これが正しい足の状態ですね。こうすると肩の方にあんまり干渉しなくなりますね。なので肩がぐっと内側に入るので、まあ先ほどのね、この翼が下に下がってくる問題を若干解決できますね。まあ、若干ですけども。はい、ということで今回はネクセッジスタイル流星丸をご紹介しました。はい、ということで、龍神丸と並べてみると、はい、どちらもねかっこいいんですけども、まあ、それぞれの良さがありますね。まあ、全くね別物のマシンにも見えますが、この肩の龍のマークとか、あとまあこの辺のね足の形とかも若干似ているので、まあ、龍神丸がパワーアップしたものだよっていうのがね、わかる人にはわかると思うんですけども。はい。まあ、なんといってもこれはね、飛竜形態に変形できるっていうのが売りだと思うのでね。まあ、ちょっと差し替えがいっぱいあってね、面倒なんですけども。まあ、あと、関節がぐりぐり動くので、まあ、ちょっとね、融通の効かない部分もあったりしますが、まあ、この飛竜形態もね、とてもかっこいいので、あまりガシガシ動かすと、ちょっと壊れそうなので、まあ、僕としてはあまりね、変形するのは控えたいんですけどもね。まあ、ロボット魂とかに比べると、若干ね、まあ、値段もお安くなってますのでね、まあ、複数買えばねガシガシ遊ぶ用と飾る用でね取っておけるので、まあ、これはね手が出しやすいものなんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、ワタル2も30周年ということでね、
まあロボットアニメいろいろありますが、まあ中でも一番ね、僕が回数的にはたくさん見たロボットアニメだと思うので、まあこれからもね、まあ今、七言の龍神丸やってますので、そちらもね、追いかけつつ、また、マシンの方もね、コレクションを増やしたいと思います。はい。ということで、以上、トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。